エサシ中継局は、北海道エサシ町歌登り編網内のイチャオシ山に、ある中継局である。ここでは、エサシ中継局では、カバーできないトイマ地区と目なしパク地区に設置された、ミニサテライト局、エサシ門ン中継局とエサシ目なしパク中継局についても紹介する。エサシ中継局エサシ中継局エサシ中継局エサシ。 中継局デジタルでは HBCSTV も方眼へ差し中継局の電波が受信しにくい両地区に設置されたミニサテライト局。地上デジタルは当初 NHK 旭日川放送局が開局 DVH を除く民放が自力建設困難となっていたが2010年に優先放送によるサービスに移行した。 えさし門ん巻中継局えさし目なしパク中継局地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許株式会社テレビ北海道の道北オホーツク地区のご中継局総務省北海道総合通信局2014年8月25日掲載北海道内の地上デジタル放送局の開局状況総務省北海道総合通信局ありがとうございます